はい、皆さんこんにちは、吉田大さんです。はい、おっと、おー、びっくりした。失礼いたしました。僕がびっくりしたってことはみんなもびっくりしたと思います。すいませんでした。ちょっとね、髪を溶かそうかなと思って。はい、インターネットカフェアプレッショーでですね、お風呂入った時にですね、シャワーですか、シャワー別料金300円なんですけどね、その時にですね、歯磨き粉ついてきたりですね、もちろんシャンプーね、そしてバディシャンプーいろいろついてくるんですけどね、あのヒゲ剃りとか櫛もありましてですね、もったいないんでね、一回使って捨てるのはね、持ってきました。はい、身だしなみがね大事なんで。そしてこの車のですね、危ない、びっくりしました。同じことを繰り返しちょっと焦ってコメントが、はい、まあ見出しないということでね、やっておりますけども、はい、さあ、じゃあいきますよ。こちら昔中トロですよ、中トロの刺身、トロビンチョウかっこトンボ、マグロお造り、海東太平洋海域長いね、398円が 30% オフ、278円になりました。中トロいきましょうね。もう魚食べなきゃねってこと、魚食べなきゃねですね、以前、お寿司かな、買った時にですね、あれですね、お醤油がついてなくてですね、ショックだったことがありました。その動画を見た方の、ね、コメントで、だったらリマサさん車の中にお醤油入れといたらっていうのをね、いただきましたけどね、お醤油買いましたよ。はい、昨日ですね、買いました。で、車の中に入れておりますけど、まあ、一応今日はですね、一応もらってきたんでね、こちら、そしてこちら、わさび。で、これね、醤油というか、あれなんですよね、この、かつおのタレってね、書いてあるんですよね。だからちょっと違ったりしてね、これね、ちょっとわかりません。一応ですね、こちらに出してですね、はい、そしてわさび。とりあえず、まずわさび。行かないで、わさびなしで、ちょっとこのね、醤油なのか何なのかちょっと不明なので、ね、ちょっと醤油じゃないね、醤油じゃないね、なんかタレだね、やっぱこの、どうしようか、わさびいっちゃうか。なんか違ったものになっちゃいそうだな。違ったものになっちゃいそうだね、これね。なんか普通のお茶碗に入った日本の秋田さんかなんかのご飯にですね、チーズとかですねかけちゃって、もうトマトケチャップとかいろいろかけちゃってですね、なんか全然違うものになっちゃって日本食じゃなくなっちゃったぐらいのですね、なんか違ったものになりそうですね。違ったものになる前にこのままいただきましょうか。いただきます。うん、うまい。うん、あ、なんかね、確かに筋はあるけど、とろけるね、とろっととろけるね。これね、実は今日肉を買おうかですね、お刺身にしようかね、悩んだんですよね。お肉もですね、カルビのですね、あとは焼くだけみたいな、調理はしてあります、あとは焼くだけみたいになった。フライパンも買ったんですよ、実はね。だもんで、ちょっと焼こうかななんて思ったんですけど、まあフライパン後で洗うのめんどくさいななんて思って、とりあえずはですね、お刺身にしました。じゃあこのタレですかね、ちょっとつけてみますね。うん、散々いろいろ見ましたけど、得体が知れないと思ってたんですが、うまい。どこでもいいですね、もう得体はどうでもいいですね。まあ得体は知れてるんですよね、まあ、パッケージにね、もうデカデカとですね、名前書いてある、カツオタレって書いてありますからね、得体は知れてるんですけどね。やばいよこれ。まあ、いや、とにかくうまいわ。中トロうまい。もうこれね、わかります、中トロ。うまいな。いや、これはうまいな。
まあ予定ついちゃいますよこれ。バッテリー残量あと残り少なくって、残りあとわずかっていうねコメントがちょっと今出てきちゃいましたけどね。いっちゃいますよ。94点。いやうまいわ、やっぱ日本人だね。ああファーストフード大好き、ポテトチップス系ね、そして、チーズ系のね、ジャンクフード、そして、チョコレートにね、シュークリーム、エクレア、ね、プリン、甘いものとか濃いものが好きなんですけども、やっぱ日本人だね。うん、うまっ、刺身うまいな、いやうまいな、ありがとうございました。ということで今日ご紹介いたしましたのはですね、なんだっけこれ、醤油もうタレが入ってるのであれなんですけど、はい、見えないね、見えないですけど、マグロの中トロのお刺身でございました。ありがとうございました。